私塾月仙女学館3年のユミと申します。なぜこの地に呼ばれたのかは分かりませんが、たとえどこであろうと、私は正義のために善をなしましょう。おかえり、お待ちしておりました。この度も何事もなく無事のご帰還よろしゅうございました。私のことがもっと知りたいと。そうですか。では一度お手合わせを。お話はそれからが早いでしょうし。休憩はほどほどにしましょう。立ち上がり進み続けることが重要です。この偽装、とても大げさなものですが、なかなか動きやすいのですね。戦場で身につけるものは機能性が第一だと思うのですが、安易に判断はできないものですね。アブローラさんは動物使いの術者なのですね。え？違う？でもクマを使って攻撃されると聞いたのですが。ジャパエフさんの偽装、なぜかとても気になるのですが、その氷など特に。殿方に触れられるとどうしても驚いてしまいます。どこを触っているのですか。よこしまな顔をしておられますね。冗談です。本日の締めまではまだまだ道のりは遠いようでございますね。もうすでに終わられている任務があるようです。見落とさぬように。指揮官への連絡がいくつか届いているようですね。忘れぬうちにご一読を。指揮官、お帰りなさいませ。任務を終えられさぞかしお疲れでしょう。こちらで一休みなさってはいかがです。指揮官、ご自分の行動を今一度振り返ってみた方がよろしいのではないですか。指揮官には様々なことを教えていただいて、何かお返しできることがあればいいのですが。お仕事に出られていた方々が戻られたとの連絡がございました。一声おかけになってあげてください。成長を続けましょう。一歩ずつ着実に。今日も正義のため。これが絶対の正義の力です。誠に残念ですが退却します。不覚を取りましたが次はありません。凍りつけ。この程度で引くとお思いで。私塾月仙女学館3年ユミと申します。この地でも正義をなすために日々修行の毎日です。空母というものを知るためにもご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。